怪我はありませんか？少し休んで。きっとここにいる。
本当にあなたは最高のハンターです。あんたがいなけりゃ私とこの子の課題は永遠に謎だったわ。本当にありがとう。私編纂します。今回の調査と大いなる存在のことを全て。そうね。それにしても大変な課題だったわ。もう思い残すことはないし、ぽっかり穴が開いた気分よ。以前尊敬する方が言っていました。真実はすごい速さで飛んでいく。追いつきたいなら進むだけだ。そうね。次の課題は自分で探さないとね。おーい、大丈夫か。怪我はないか。やっぱあんたすげえな。無事で何より。見事、あっぱれ。こりゃすごい。まさか人脈に干渉する存在だったとは。何やってるのよあんたたち。調査団としては我々は残る方針ではあるんだろうな。個人としては断固行くべきだろう。というわけで来ちまった。本当によくやったな。よし、そろそろ帰ろう。なんと、そう来たか。自然ってやつ。
そうなのか。ああ、先生が俺をかばったとき、冷静じゃいられなかった。やっぱり俺は総司令に向いてないよ。てっきりお前がやるもんかと思うんすけどね。もし俺が危ない目に遭ったとき、慌てたり怒ったりしてくれる人がリーダーだったらすごく嬉しいよなって。そう、お前しかいない、やってくれな。よし、よっしゃあそうと決まれば次の調査は。ああ、それなら。つまりレイゲーナの異常行動もイベルカーナやコリューたちの活発化も大いなる存在と関連していたんですね。そう予想できる。大いなる存在は地脈に影響を与える存在だ。地脈はあらゆる場所に通じ、生態系と密接な関係にある。奴の活性が生態系にゆっくりだが確実に影響を与え、それが限界に達してあちこちで異常が吹き出したのね。だとすると生態系はこのまま壊滅するしかなかったのでしょうか。いや、あの場にネルギガンテが来ただろう。自浄作用か。自然とは異常が発生しても自らの力で辻褄を合わせるもの。かの存在という脅威に対し自然が取った自浄作用が。ネルギガンテ、もっと調査する必要はあるがな。まあ調査団の行動も自浄作用の一種だったのかもしれん。自然ってすごい。ほら、みんな食べてくれよ。次の調査に向けて力をつけないとな。次と何言ってんだよじいちゃん。ネルギガンテだよ。どこまでも追いかけるに決まってるだろう。次も頼んだぞ。知りたいことまだまだいっぱいあるよ。祖父が月の石と呼んだこれの謎も相棒のおかげで解けました。あなたは希望の青い星、きっとこれからもみんなを導いていくんでしょう。だけどどんな時も私が一緒です。五匹の竜の話にもありますからね。星のそばには月がいるって。そうと決まればもちろん腹ごしらえですよね。乾杯！